地球編第三章、地層。新しい章に入りました。地層です。この章では、地層について学びます。第一節、風化作用。地表の岩石が、日射、空気、水、生物などの作用で、 次第に破壊されることを風化と言います。問い位置をやってください。地表の岩石が次第に破壊されることを風化と言いますが、風化を起こす働きを風化作用と言います。風化作用をするのは日射、空気、水、 生物などいろいろです。問いにをやってください。岩石が日光や気温の変化によって熱くなったり冷えたりすると、鉱物によって膨張収縮する割合が違うので、鉱物と鉱物の間にひびができ壊れていきます。 同じ熱でもある鉱物は大きく膨張しますが別の鉱物は少ししか膨張しないのです。その違いによって岩石が壊れてしまうのです。トイいんをやってください。缶ジュースなどを冷凍庫に入れると膨らみますね。水は 氷になると体積が大きくなります。雨が降ると岩石の割れ目に水が染み込みます。その染み込んだ水が凍ると体積が増加し割れ目が大きくなり壊れます。問い読をやってください。形や大きさ 温度、運動などの変化を物理的変化と言います。日光、気温の変化、体積の変化なども物理変化です。このような物理的変化によって起こる風化作用を物理的風化作用と言います。問い合をやってください。 例えば、木材を燃やすと真っ黒に変わりますね。あれは木材が別の物質に変わったのです。このように別の物質に変わることを化学変化と言います。雨水に含まれる酸素や二酸化炭素などが岩石に作用し化学変化を起こすことがあります。すると、 岩石は別の物質に変質します。そしてついにはボロボロに崩されていきます。問い6をやってください。科学的変化によって起こる風化作用を科学的風化作用と言います。問い7をやってください。これでこの説の説明を終わります。